と、めっちゃめっちゃメッセージ。はい、ということで、ね、今日はね、熊本のね、公開機についてと、まあ、平方ボーイズのね、まあ、話についてね、まあ、ちょっと話していこうかなということで、やっていきます。はい、ということでね、熊本といえばもうね、秀岳館と、まあ、もう九州学院、もうこの2強やと思ってます。他にも、熊本の工業とかもいろいろあるんですけど、やっぱりその2強かなってもう今年は思ってます。やっぱこう、秀岳館今年はね、もう春4強入っとったんかな。多分そんなんで、もうピッチャーはめちゃくちゃいいんですよ。ほんでやっぱこうね、いつも通りの大雑把な野球で、さっき試合見とったんですけど、やっぱこうね、背番号11の子でもやっぱええ球を掘って、ほんで打撃もえぐいんですよ。ほんで、それに対してね、こう、九州学院も、九州学院もやっぱね、こう、村上選手の弟、で、ね、前、自分がこう、ドラフトのなんかあれを紹介した時に、もう村上で、サードで、もうまるで弟ですね、みたいなのね、だいぶ前の動画で言っとったら、ほんまに弟でした。うわおって感じで。で、まあやっていきたいんですけど、まあこう、平方ボーイズ。これね、結構みんな不思議やと思うんですけど、平方ボーイズって坊主ダメなんですよ。これ全然ね、話しとるんですけど、まあ、平方話しますね。平方ボーイズって坊主ダメなの知ってます？平方ボーイズってみんなロン毛なんですよ。ほんで、それね、なんでかっていうのと、ほんでね、さっき試合見たら、修学館も坊主じゃないんですよ。もう髪毛生えてるんですよ。まあ、2ブロックとは言わないですけど、やっぱそういう普通におしゃれな髪型なんですよ。で、やっぱね、もう今これ高校野球で、これ、日高中津っていう和歌山のまあまあ強い高校も坊主じゃなくなってますし、なんかこう、高校野球の今、そのまあまあな強豪校の中で、ちょっとしたね、坊主じゃないと、あかんのちゃうんか、ブームがね、もう終わりつつあるんですよ。ほんでね、やっぱこれの風潮にね、ついてね、やっぱこのね、坊主、なんで坊主なんかなっていう、理由と、なんでなくなってきたんかなっていう理由をね、まあ、自分なりに、まあ、自分なりにっていうよりかもね、こう言われてるような考察をしてきました。ほんでね、皆さん、これ自分がね、知識を間違ってたら、皆さんね、コメント書いてください。なんで坊主、これなんで野球部がね、坊主かね、知ってます？今ね、野球やってない坊主の僕が言うのもなんなんですけど、野球って一番ね、これね、戦争に近いスポーツって言われてるんですよ。これみんな知らないでしょ。これね、スポーツの中で唯一、死とか、殺とか、いう名前が、漢字がスポーツに入るのって野球だけなんですよ。で、これがね、一番ほんまにね、戦争に近いって言われるのはね、これ野球をこう競うのって、これ、ホームベースはこれ家らしいんですよ。ほんで、一塁、二塁、三塁って、これね、敵の陣地をね、奪っていくんですよ。ほんで、最後、自分のホームという家に生還した人数を決めるという、っていうスポーツってね、こう教えられるんですよね。これはあんま教えられてない人はもう実際そうなんですよ。だからやっぱこうね、野球の層っていうのはやっぱりこうね、やっぱ賭博とか、やっぱお金もよくかけられるのは、そういうね、なんか思わ、今ちょっとね話それましたちょっとおかしかったんですけど、ちょっと思わないですか？やっぱこう野球やってて、そんなに面白くないスポーツなんですよ。正直めっちゃきついですし、なんかやっぱこう人間関係もドロドロですし、やのになんであんなにテレビとかで放送されるのかなとか、なんでしょう。なんでね、それこそごっつええ感じの方が絶対おもろいじゃないですか。ほんでね、それをね、打ち消してまで、こう、なんで野球を放送するかっていうのは、それはね、ものすごいね、こう、賭博とか、こう裏のね、こう、社会に一番近い、好まれるスポーツなんですよ。だからこう、野球っていうのはなかなかね、なくならないっていう。だからこう、野球人口が減ってますって言っても、やっぱ野球がどんどんこう、放送されたり。で、普通に考えてね、もうあんな、サッカーの方が見と、まあ、サッカーの方が見てるの楽しいは、まあ、まあそれは人それぞれの意見ですけど、やっぱこう野球っていうのは、やっぱそういうのがあるから、ものすごい、なくなりにくいんですよ。ほんでやっぱその坊主の由来は、だからその戦争に一番近い、だから戦争イコール軍隊は坊主っていうので、今まで続いてきたんですよ。だからこう野球っていうのは、やっぱその軍隊の教えと一緒なんですよ。返事もしっかりします。礼儀に、もうとかそういう上下関係とかものすごい大事にするじゃないですか。だからこう野球は坊主で、だからこういじめの風習とかはなくなりにくいって言われてるんですよ。この考え方がそういう軍とかそういうのと一緒やからなくなりにくいと。だからね、そういうこういうなんやろ、ガチガチになんで坊主かわからへんようなこの期間からこうずっと来て、今ね、やっともうそういう坊主じゃなくていいみたいな高校が出てきてるってことは結構革命的な話やなって思ってるんですよ。でもやっぱこう、なんでしょう、これそもそもこれ平方ボーイズとか、まあ今県岐阜とか、これなんで坊主じゃなくなってきてるかっていうね、これね、まあ平方ボーイズはもともとなんですけど、これなんでかわかります？
これはね、平方ボーイズ、剣技風。これは、まあ言ったら、会社監督が教えて、その教えは、多いですね。ごめんなさいね。ほんまに。明日まだちゃうんですかね。問題な。ほんで、その平方ボーイズと、剣技風が、なんで、坊主じゃないかって、その理由は、平方ボーイズとかは、カッコから入れって言われるんですよ。だからそのカッコつけてからプレーをしろって。だからこう平方ボーイズとか修学館でプレーとかその振る舞いとかめっちゃかっこよくないですか？思わないですか？もうちょっとアイドル性があるじゃないですか。うわかっこいいなって思えるじゃないですか。やっぱそういう逆なんですよ。みんなこう道具お前そんな新しいの使うなやっていう高校とか中学校のチームが多い中、もう新しいの使ってもうカッコからカッコからみたいな、やっぱこう見られてる意識みたいなのを持てみたいな。だからそういうのから入るから、やっぱこう平方坊主とかもやっぱこうかっこいいじゃないですか。こう藤原くんにしろ小園くんにしろ、やっぱちょっとこう花があるじゃないですか。まあ僕にしろちゃうかだからね、やっぱこうかっこつけて入るっていうこのね、革命的なこの視点の見方はやっぱね、こうチームを強くするんちゃうかなって思ってます。やっぱそういうことによってなんか絶対ちゃうんですよ、ほんまに。やっぱこうガチガチでもう昭和で、お前ユニ、お前なんでそんな新しいグローブお前なんかいらんねんって言われるチームよりかは、こう、もう新しい、お前そんなボロボロのグローブ使うなよとか、そんなんは言わんけど、なんかそのユニフォーム着こなしとかも、まあ、ピシッとしてるチームっていうのがやっぱね、強いなって思います。だからやっぱこうね、もう坊主にとらわれる時代、もうそういうのはなしにしようぜということでね、自分はもう今年の全然熊本野球から離れてしまったんですけど、まあ、熊本はほんまにもう修学館と、もう九州学館を覚えとったりです。でもやっぱり自分が思うには今年でも修学館甲子園行ってほしいなっていう気持ちはあります。でもやっぱその九州学院の村上君をどう抑えるか楽しみなんですけど、自分は予想は修学館で。それじゃあお疲れ。